ちは。さあ、前回の動画が好評だったので、はい、本当かなので、はい、この話があるんですけども、前回そのやっぱカリスマ性の監督っていうのは、まあ、チームの強く上昇していくっていうことの話で、そこで星野さんがそのカリスマ性監督の中でもこう代表される、はい、ということは星野さんをその支える人もいたんじゃないですかって話をしたところ、豊さんがいたんです。参謀がいるね。やっぱりやっぱさ、何でもそうだけどさ、監督って孤独なんだよ、うん、担当コーチにさ、気持ちを委ねるっていうことはそんなにしない。やっぱり 右腕である参謀に頼るよね。参謀というと、まあヘッドコーチだよね。まあ例えば今年原監督、昨年までつけてなかったヘッドコーチを、元木をつけたでしょ、はい、やっぱ元木っていうのはやっぱこう相談相手になるというね、うん、あの原監督のね、はい、まあ、そういうことでつけてるし、野田監督の隣は伊藤ヘッド、はい、元監督やってたよね、西武ロッテでね、はい、だからやっぱこう優秀なヘッドコーチっていうのはすごく大切だと思う、参謀として。そうですね。例えば私の中でイメージだと、あと中日落合さんだった時の森重さんだったりとか、ね、中畑監督の時の俺、高木さんなんで笑うんですか。いやいや、そうださ、俺初めての経験でさ、やっぱ中畑監督に申し訳なかったなと思うよね。なんかいや俺もガが強くない方だから、監督こうしてくれああしてくれって言い過ぎたかなっていう、うん、あ今となってみたら今で、長田監督も人がいいじゃない、うん、はい、だからいいよとか言ってくれたりした時もあるんだけどさ、うん、なんかそうやって詰めていき過ぎたかなっていう、なんかすごく反省があるよね、その時。あ、まあもちろんやっぱり長田監督を男にしようと思って言った言葉なんだけどね、うんはい、うん、だけどまああんまりうまくいかなかったよね。あ、やっぱすごいバランスが本当に難しいですね。そうだね、うん、で、うん、やっぱ星野さんっていう方に島野さんっていうヘッドコーチがついてたんだよね、はい、それは、どの監督の時ですか。あ、どのチームの時ですか。中日、中日の時も、まあ、阪神の時もそうだったと思うけど、 はい、あの人はね、人前では監督が言ったことに対してノーとは言ったことはないね。人が見てる前で、うん、必ず入ってで監督を立てるという、はい、で裏で監督はこうしてくれって頼む人だったよね。あ、そうなんですか、うん、だから人前では絶対星野さんに恥をかかせなかった人、はい、でもう本当に練習から何から任された人、うん、星野さんから、うん、星野さんから全部任されるっていうことはやっぱりすごい信頼関係が、信頼関係があるってことですよね、うん、だから一つの例にさ、はい、星野さんは全コーチにアップの時から選手を見とけっていうわけ、はい、アップしてるでしょ、はい、その動き方を見とけと、うん、動き方が悪かったらどっか故障を隠してるか、うん、何かあるからすぐ止めろと、うんうん、それがね、一回ね話聞いた時に、試合で使ってすぐ故障したんだって、怪我したんだって、どうなってんだとか言って、はい、そしたらアップを見てなかった、その時は。そのコーチが、まあコーチ全員がね、はい、だからそれで島野さんが全員コーチはアップの時見ろと、はい、その担当してる選手でもいいから、うん、それを全目を配れと、でそういうことがなくなったんだよ。でちょっとアップおかしいなって言ったらすぐ読んで、うん、だから昔はさ、アップやってたらさ、うん、俺は選手の時でもパッと行って挨拶するじゃん、おお元気かとか言って言われたりだとか、はい、いろいろしたんだけど、アップが向こうがアップ始まってこんにちはって言っても、おこんにちはとか言って、あ、もう会話ないで選手をずっと見てる。あ、そうなんだ。そうそう、アップの時からなんですね。だからそのぐらいなんかこう隅々まで行き届いた人だよね、うん、選手時代に一緒に、うん、なんか被ってた、やってたってことなんですか、星野さん。やってた、やってた、もちろん、もちろん、もちろん。その時からのあれで、じゃあ引っ張っ、自分が引っ張ってきてっていうこと、ね、そうだよな。だから星野さんが言うぐらいだからさ、うん、星野さん少々じゃダメだからね。信用してくれないってことですか。信用しないし、うん、右腕として認めないという、うん、だから逆に言えば、うん、星野さんよりも島野さんの方が厳しかった人じゃないかなって思うよね。実は、
他のコーチだったりに対してってことですよね、うん、選手にも。星野さんがに聞いたことあるんだけど、はい、まあ、優勝されたりだとかさした時に星野さんに聞いた時に、その要因って何ですかって聞いた時にさ、いやあいつのおかげだよって島野さんもね、はい、だからすごい人なんだなと思って、で島野さんっていうのは、はい、俺らが話しに行くじゃない、うん、そしたらすごい優しいんだよね、はい、豊川って、まあ言われたことはかなってないんだけど、豊川監督になる時にね、よくね選手を見ろよって、うん、ね、もう本当にね選手っていうのは目をそらしたらどんなに優秀な選手でも抜くからって、うん、でもそこの甘えがほころびを生むからずっと選手を見ててやれとなって言われたの、はい、で島野さんはなんか俺が監督やると思ってたんじゃない、うん、まだ分かんないけど、はい、でもそういうこと言われて、ああそうですかって、うん、でこう思ってたんだけど、あの島野さんっていう人は本当に選手から目が離れなかった人だね。そうなんですね、うん、その言葉の後に豊さんはコーチになった、うん、なったですよね、うん、じゃあ豊さんコーチになった時やっぱり選手アップの時だったりとかちょっと一声かけたりとか、うん、やっぱりそういうのやっぱ会話をしたよね俺は、うん、そう挨拶から、はい、で挨拶で何が大事かっていうとさ、コミュニケーションの第一歩じゃない、はい、で挨拶する、お森藤おはよう、あおはようございます、で明るくこう返事が返ってきたらさ、あこうやって精神状態大丈夫だなと思うわけ、はい、今日はね、うん、で森藤おはようって言って、あこいつ何かあったなとかさ、で動きをこう見てて何か冴えないなと思ったら呼んで何かあったかとか、やっぱり私生活もやっぱり野球選手で出てくるからさ、あ出るんですね、うん、だから梶谷ってもう結婚したけどさ、うん、はい、挨拶したら暗いわけ、はい、でそれ練習の日だったんだけど、うん、でバッティングこうやって見てたらもう何かいい加減に打ってんの、梶谷もうやめろと、もうそんなになんか気がないようなスイングしてるんだったら調子が悪くなるし、ちょっともうゲージ出ろって、これ怒ってるんじゃなくてお前の気分的に優れてないだろって言ったら、分かりますかって言うから、もろ分かりだよってそんなに分かりこんなだったら、まあ、何があったんだ、だからちょっとお前来いとか言って話を聞いたら、彼女と別れたらしいんだよね、はい、まあ今もう結婚して幸せ、子供もいるけどさ、はい、まあ若い頃ねもっとね、もっとね、はい、別れたんですよって言うから、あそうかって、それは大変だったなって、うん、でもさ若い子ってさ、うん、それでも大きな自分の中では事件なわけじゃない、まあそうですよね、うん、いやだからもうゲージから出して、うん、もう今日はいいよって上がれって、うん、今日練習だからって、うん、練習日だったからね、はい、シーズン中の中の、だからもう上がって帰っていって、でどういう女だったんだって言ったら、うん、いやこうこうこういう女だって、そんなやつはやめといた方がいいよみたいなこう、カウンセラーみたいな、はい、でもそういうのも挨拶してたりとか、うん、見てたら分かるって、あそっか、うん、そうですね、だからそれをやっぱ島野さんとかがね、うん、ずっと星野さんの下でやってたと、うん、だから絶対強くしてたよね、そうチームをね、だからもしかするとその星野さんのチームだけれども、うん、いわゆる島野さんのチームじゃん、チームでもあったんじゃないか、まあ、っていう、確かにね、ことですよね、束ねてたのがね、うんうん、だって昔ね戦国時代だって名将いますけど必ず優秀な人がそばに、まあ、絶対参謀がいるよ、うんうんうん、だからその一人島野さんっていうのが、うん、俺はなんか参謀としてはすごく印象に残ってる、うん、じゃあ豊さんが今もし例えば DeNA とかが、まあ、他のチームでもいいですけど、うん、監督の要請来たら、うん、誰をヘッドに置きたいですか、参謀として。いやこれはだからずっと元木だっつってあ元木さんね、でも今元木さん巨人に巨人でしょ、いるからそれはもう探すしかないよね、探す、うん、今パッとはやっぱ元木さんが浮かぶんですね、あそうだな、うん、俺はもうずっとなんていうの、やめて監督をちょっと意識する時期ってあるよね、うん、でその時に誰がいいかなと思ったらやっぱ俺は元木しか頭になかった、あやっぱそのくらいなんですね、
だから原監督は、うん、あいい選択をしたなっていうふうに思ってるけどね。きっと原監督が元木さん多分手放さないと思うんで。いやそれはそうでしょ。ですよね。一蓮托生だと思うよ。まあでも、まあ、そういう話を してね、うん、やっぱ中畑監督には申し訳ないことしたなっていうのは思うね。今なんてやっぱ負けたら失敗だからさ、うんうんうん、そうですね。結果が全て、うん、勝って初めて優勝して成功だから、だからまあそういう面では中畑監督に悪いことしたなっていうふうには思ってるね今。なんかいつか中畑さん来てそういう話聞いてみたいですね、その時。ね、中畑さんはじゃあ豊さんのこと。いやでもね、あの人人がいいからね、いや豊はね一生懸命やってくれたって、うん、ただお前は口が悪いけどねってまあ言われるけどね。何を言ったか聞きたいですね、その時中畑さん。まあだけどでも中畑監督だから良かったかなって思う。いい勉強させてもらったかなと思うよ、ね、逆にね、うん、そっか。じゃあいつかちょっと中畑さんも呼んでゲストに。そうだね、うん、また聞きたいですね、いろいろ。まあ星野さんと島野さんって今、はい、天国で、うん、多分語り合ってると思う、うん、あお互いにあの時こうだったねとか、実はとか。本当に仲が良かったからね、本当に星野さんが信頼してた人だから。あそうなんですね。もしかしてじゃあ天国でもなんかどっかなんかチームを作って2人でやってるのかもしれないですよ、監督と。いやもうめんどくさいんじゃない。もういいって、もういいって、もう疲れたって、もう疲れたって、もう自由にさせてくれると思ってるんですかね。まあそういうことで、はい、はい。